仏皇寺は、中華人民共和国山西省、摂州市四五大剣豆村鎮にある仏教寺院である。本堂である大殿は、唐の大中十一年建立で、中国に現存する木造建築物としては三番亀に古い。仏皇寺で大殿に次ぐ規模を持つ門樹堂は、近朝時代の天海十五年に建立された。また、 寺内にある六世紀の石像墓塔は現存するもので、笠見学寺塔の次に古いレンガ塔である。寺内の建築物のほか、東大の祖造と壁画、木石は中国の四世と称せられる国宝として名高い。仏光寺は2009年、文化遺産、五大山の一部として、ユネスコの世界遺産に登録された。奈良の東照大寺近道は、 万頭の建築様式の影響を受けているが、仏光寺の大殿は、同じ三西省の南禅寺大殿や、高二王廟聖殿と並んで万頭から残る建築物である。仏光寺の柄拝地図仏三寺ははじめ、北義の高文み門の時に建てられ、785年から820年に、かけて高さ32メートルに及ぶ九軒三層の弥勒大閣が加えられた。 唐の開庄5年に、武装が開庄の廃物を進めると、祖師党を除いて、創建寺の道具のほとんどが焼かれてしまう。12年後の大中11年、消失した、弥勒大閣の跡地に、大殿が建てられた。銅の梁に残されていた記録によると、猫をすぐるという名の女性からの寄進を受け、元世はなおが建造を主導した。10世紀に建造された、罰窟靴。 第61靴には仏光寺が描かれているが、ここでは大殿が緑色の光沢を持つ屋根のある二層の銅になっており、朱色と白色を基調とする実際の大殿とは大きく異なっている。仏光寺が主要な巡礼先礼状の一つであったことがこの壁画に表されている。緊張時代の展開15年、ガランの北に文樹堂がまた南に、 普玄道が建設された。ただし、普玄道は寝代に消失している。1930年、中国映像学者が設立され、中国の古代建築研究が開始された。活動を開始してから7年目となる1937年、漁師制が率いる調査チームが、仏光寺の混流年代を特定するに至った。たるきに刻まれた名を、針の妻が発見し、 銅の建築様式が、当時代のそれに合致することから、金流は、明の通り灯台と確認された。両の調査チームによって、同年、南禅寺が、さらに古いことが確認されるまでの短期間ではあったが、仏光寺は中国で現存する、最も古い寺院となった。灯台殿正面仏三津寺は、寺の南北と東を山に囲まれており、 道が南面する通常の向きではなく、山を背に受ける形で西に面して建てられている。ガランには、唐の857年に、重立てされた大殿と、金の1137年に建設された北の、文樹堂と南の普賢堂があったが、校舎は現在では失われてしまっている。文樹と普賢は普通、文樹が左で普賢が右に配置されるが、五大山では、 すべて逆になっている。857年に建立された東大殿は南禅寺高二王廟正殿に次いで中国に現存する三番目に古い木造建築物である。大殿は山門から最も遠い東端に位置しており大きな石造基段の上に建てられている。規模は下田行き市島、張間島で幅34メートル。 奥行き17.7メートルの単層構造である。屋根は、三ャとひさし部分にすべて、同じ高さの柱を使用して支える、電動式である。使用されている柱は高さがほぼ5メートルで、外周部に22本と、三ャに14本の合計36本があり、内転を持ち、エンタシスが施されていて、両脇の柱間は、その他の柱間よりも、若干狭い。 三社は桁き五軒、張り間二軒となっており、張りのみが加工されている。道内以外に使用されている組物は7種類あり、柱の高さの3分の1にも及ぶ姿が雄大で、美しい。道内は、角天井となっていて、寄せ棟作りの屋根の構造はほとんど見えない。多数の戸とひじきが複雑に組み合わされた組物の、使用が、灯台における。 仏光寺の高い格式を示している。11世紀の中国建築書、英作り方式によると、仏光寺の大殿は全部で8段階の格に分類される建築様式のうち7番目の様式を忠実に再現しており、大殿が当代の非常に重要な道であったことを示している。当の時代の建造物でこのように高い格式を持つものは他に現存しない。 1137年根流の文字堂大殿には35体の素像が収められているが、1930年代の再塗装により、元の芸術的価値はかなり損なわれてしまっている。また、堂内の壁には、東大以降に描かれた壁画が残されている。道中心部の趣味壇には、釈迦如来、阿弥陀如来、弥勒如来の座像が並ぶ。いずれもレンゲ座に座,に座り、 両側に4体の守護像と、前方には2体の菩薩像が脇地として控えている。趣味団の隣には、獅子にまたがる文字菩薩像と像に乗る普賢菩薩像が安置されている。さらに、趣味団の両脇は2天王が固めている。道内広報には、大殿の建立費用を寄進した、名古すぐるの像と総願い誠の像が置かれている。 道内には一面の大壁画があり、釈迦の前世における物語を表す本章炭が描かれている。このほか文殊菩薩と普賢菩薩が寺院に対する寄信を受けている様子が描かれた小さい壁画も残されている。ガランの北側には文殊菩薩を祀る文殊堂がある。金納朝時代の1137年に、 金流の門字堂は高さ83センチメートルの木壇上にあり、平面は大殿と同じく桁行き七島、両行島で、正面3個、背面1個の扉を持ち、単層で入りもや作りとなっている。内部には支柱が4本しかなく、巨大な屋根を支えるのに、梁が斜めに掛けられている。四方の壁面には、秋夜の百二十九年に描かれた荒図を、 見ることができる。石像の粗子塔大殿の南側にある石像の小型塔は、正確な混流年代が不明であるが、北儀、または北西時代のもので、仏光寺の海祖が祀られているものと考えられていることから、素子塔と呼ばれている。素子塔は高さ6メートルの二層構造で、下部は白色石の正方形で正方が開口しており、 上部は六角形の装飾塔となっている。上部の外周は連弁を模した形で、頂上には花の形を模した薬庫をいただいている。寺内には、東大の石堀郷堂が2箇所にあり、一つは、大戸の前に立つ高さ3.24メートルの石踏みで857年の、もの。もう一つは、文樹堂前の高さ4.9メートルで877年の、ものである。 2004年以降、アメリカ合衆国カリフォルニア州を本拠とする非営利の国際文化遺産保護団体 GHF は、北京市の聖火大学と共同で仏光寺の実態調査と保全の枠組みづくりを行ってきた。17世紀以降、仏光寺では外部環境からの保護も行われていなければ、修復も実施されてこなかったため、浸水や腐食などによる痛みが激しく、 五代山の世界遺産への登録申請に対し、国際記念物遺跡会議は、その評価で早急な保全対策計画の立案を勧告した。2009年6月26日、仏光寺は五代山の一部として、ユネスコ世界遺産に登録された。日本語文献外国語文献。ありがとうございます。